はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮次でございます。山根様、広志様、つくし様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も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 ご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたいことであります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日も抗がん剤の副作用でもだるくてだるくて寝たり起きたり寝たり起きたりしてますんで、短い動画になります。ご容赦ください。思考が回んないっていうか、頭が回んないっていうかですね、まあうつらうつらしている毎日でございます。増えすぎ次第に淘汰の季節。文科省が去年のデータを発表しておりました。599校中277校が定員割れですね。募集しても生徒が来てくれない。222校が赤字申告と。これ改善しなければ倒産だろうな。18歳人口と次第の数の変遷なんですけれども、1992年は205万人、384校あったそうであります。で、去年が116万人、615校と。なんか数は、生徒の数は半減してんのに、学校の数は5割増しっていう、バカなことになってますけど、ネットの反応です。無駄な大学が減って良いこと。どんどん合併して減らせ。外国人留学生で延命中。マスコミは、次第が天下り先だから、この手の話題は、無視と。そうらしいですね。なんかテレビ局の専務とか常務まで行くと、なんかしんねえけど、名前聞いたことねえ大学の教授とかに収まってるらしいですね。天下り先だから簡単には潰さないだろう。そのうち日本人生徒ゼロの大学も出現と。まあ、こういうような意見がありました。記事ではですね、無制限に学校設立を許可する文科省が悪いよって結んでますけど、まあまあこれはですね、基準を満たした申請は通さざるを得ない決まりになってんのかな。まあその決まりが悪いっちゃ悪いですけどね。文科省としては天下り先だから、大学って文科省の、一つでも多くっていう文科省の私利私欲もあるんでしょうね。してもね、18歳人口なんて18年前から予測できることだろう。今年生まれた新生児の数が90万人、じゃあ18年後もそのぐらいいるんだろうってことでね、なんでこういうことが起きるんだかさっぱりわかんないですね。申請する側、設立する側、それでも次第を作ろうっていうチャレンジャーが多いってことなのか、バカなのか、思いますけどね。でね、次第を作ろうってバカに、また金出すバカがいる。投資するバカがいる。いいな、それ。投資すっか、みたいな。そういうバカが多いってことなのかな。どんどん増えてもいいですけど、ダメ大学がどんどん潰れてくんないと、市場が歪みます。健全な市場が維持できません。前からずっと言ってますけど、高くてまずい飯屋が、いつまでもいつまでも町の一角を占められてると、住民に害があるんだよね。高くてまずい飯屋はちゃんと潰れてくれないと。そんで安くて美味しいところが出店してくれないと、健全な市場が維持できませんよ。文科省はダメ大学をね、外国人で救済すんの今すぐやめろって。外国人留学生には年間380万円を返済不要で支給して、その中から学費払わして、結果的に税金でこういうダメ大学を救済してんですよね、潰れねえようにね。だから変な力が加わってるっちゅうの。高くてまずいラーメン屋を税金で補填して生きながらえさしているということを文科省はやってんですよ。日本人には450万貸して600万取り立てるくせに、日本人差別だっぺって。
外務省のね、外局の日本学生支援機構って完全にスパイ組織じゃねえかよ、外間誘致罪が、いうようなですね、前川スケベイってやつがですね、貧困調査員ですね、トップやれてたようなとこですから、文科省は何の期待もできないですけどこの問題もですね、言わなくちゃいけない、選挙中は何言ってもいいんでガンガン言って広めないといけない。来年の夏参院選出る予定なんですけど、公約に加えますね。これあんまり多くても、小池さんみたいに20も公約掲げちゃってもですね、ぼやけちゃうんで、まあ絞って絞ってと思っておりますけれども、外国人生活保護廃止、外国人実習制度廃止、留学生超優遇廃止、 NHK スクランブル、とりあえずこの4つぐらいにすっかななんて考えております。同時にですね、スローガンも考えて、おります。具合悪いながらも、うつらうつらしながら、日本改革党としてのスローガン、党のスローガン必要だよな、思ってですね、考え中なんですけど、国家なくして福利なし。これ政治の福利ですね。福祉その他もろもろ入ります。国家なくして教育なし。これ文科省が好き放題言ってるからね。国家なくして繁栄なし。これ経済ですね。防衛なくして国家なし。皇室なくして国家なしと。そういうような感じでですね。最近すっかり影が薄いですね、中共のスパイ、一体何人だかさっぱりわかんねえ蓮舫が、以前ですね、防衛費削って福祉に回せとかほざいてたんだよね。その時思ったのが、国家あっての福祉だろうね、国家がどこに金したら福祉も教育も何も台無しじゃねえかってその時思ったんです。で、兵は国の大事。2000年以上前から言われてる真理なのに、蓮舫ったら何をほざいておられるのか。私がですね、中国、韓国、北朝鮮の工作員だったらですね、九条孤児で防衛妨害、主権を増長させ、相対的に公を弱める。これ、孔子って言いますね。孔子今度、やっぱね、主権が強すぎる国は貢献力が弱まるんですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、国家としての強靭さがなくなっちゃう、侵略されやすくなる。まあ日本は敵国、周り敵国だらけですから、これね、主権を増長、人権や弁護士なんて言いますよね。すぐ人権がーっつってね。で、中国の人権侵害には何にも言わない。工作員ね、女系天皇で皇室を破壊する、外国人の導入で社会を破壊する、これ移民とか実習生とか留学生とかそういうのを促進する連中ね。まあまあこういうことを私が工作員ならやりますよ。で、今現在これらをやりまくってるやつが多すぎる。もうスパイ防止法なんでかんで必要ですね。ですんでね、まあ、ここに挙げた選挙は4つぐらいに絞って戦いますけど、日本改革党としての裏政策としてはいっぱいいっぱいありますよ。まあ、明文化すとね、後で突っ込まれた時にいちいちこでんのめんどくせえから明文化しないで口で言いますけど、まあ、九条破棄だな、とりあえず。スパイ防止法だな。あと防衛費、自衛隊をちゃんと国軍にして先制攻撃もできるように法整備、あと自衛官の身分をちゃんと保障する。でね、外国人言ってるやつの身辺調査をする機関を作る、情報機関ですね。日本のね、政府って情報機関ないんですよ。公安調査庁って一応情報機関つってっけど、あんなもんね、公務員名簿に名前載ってるような人らですから、全然ね、
で、あの日本政府が何かやろうとした時に外国の情報をどうやってあの調べるかっつうと、現地であの活躍してる商社とかね、そういうのに聞くんだって。情けないったらありゃしない、国家に情報機関は必要であります。そこも作る。あとはあのスパイ防止機構を作ったら、そこはあのね、あの運営するところ、まあ、あの警察ですか、特別警察作んないといけないよな。まあとにかくですね、あの私の理想的にはですね、パックスジャパニーズです。パックスジャパニーズ、今はパックスアメリカーナの世界になってますけど、まあまああのアメリカが覇権取ってますよね。で、何でもかんでもアメリカの真似っていうかしてますよね。ちょっと前まではパックスブリタニアでした、ブリテンでした。イギリスが大英帝国で世界を席巻してて、スーツはイギリスのもんですよね。あれが世界中で清掃になっちゃってですね、まあまああの世界中が日本に憧れ、日本の真似をし、日本のものなら何でも高い金出して喜んで買う、こういう世界に究極的にしたいなっていう理想を私は持っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン忘れてた。